さあ、今ですね、今夜のチャレンジの下見にやってまいりました。はい、出ました、ドン。原爆ドームですね。ここはですね、広島が誇る世界一有名な場所ですね。で、果たしてここでチヌは釣れるのかという検証をね、今夜やってみようと思います。そのための下見にやってまいりました。チヌはね、結構見えております。はい、今日はですね、市内ど真ん中、超ど真ん中ということで、自転車です、番外編でお届けしたグランツール瀬戸内でもね、こいつと一緒に走りました。トレックの FX3 ディスクですね、19年モデルですね。2019年モデルです。で、ポイントはこれ、100均の傘ホルダーと、これね、ミノウラだったかな、ポストをね使って、これあのロッドスタンドにしました。ハンドルにロッドを1本、装着可能です。そして、リアキャリアをつけて、バックね、サイドバックをつけて、タックルなんかの持ち運びができるように、これもね、近場を欄干するために自転車を釣り仕様にしました。さあ、ここでね、魚は見えるんじゃが、釣りをするとなるとなかなか強靭なメンタルがいるよね。人がまず多いと、ギャラリーが多いっていうことと、場所的にちょっとあのただならぬ気配を感じそうな気がしなくもない夜はですね、ということでちょっとね、ぐるっと下見をねしていってみようと思います。さあ、今ですね、相生橋、背中に見えてるのがね相生橋なんですけど、T 字状になっている橋ですね。元安川と本川、こっち側が本川ですね、分岐している分岐点になってます。で、かつてね、原爆が投下された日にですね、T 字になっていて非常にターゲットとして見やすいということで、それを目標にしたという話がある場所ですね。で、橋より上流側なんですけど、ちょっとね魚影は少ないように感じます。下げに向かってるところなんで、今潮がですね、魚もそれに伴って下流へ降りていってるんだろうとは思うんですが、それを踏まえてもちょっと、橋1本2本下よりはだいぶ少ないですね。ということで、とりあえずの上流の最上流ポイントはこの相生橋かなという感じはします。今夜ですね、はい、引き続き下見を続けていきます。さあ、たった 100m、相生橋を下流に下ってきたんだけなんですが、こちら側にはね、やはりチヌの魚影がありますね。ね、今真後ろは原爆ドームなんですけど、ここがね、この分岐がやっぱり今日は最上流
エリアになるんじゃないかなと思いますね。さあ、でかいチヌが見えてますね。これ映っとるかな。映っとるね。40後半ぐらいはあるかな。はい、真後ろは原爆ドームでございます。こんな感じで、原爆ドーム真横にもね、大量のチヌが目視できますね。さあ、移動してまいりました。本命スポットですね。これね、ウェバーシュリンプと、ジグヘッドで後ろにね見えてますね。ライトアップされた原爆ドームですね。今日はですね、インスタライブも一緒ということで、こちらの方もねやっていこうと思いますが、さあ、ここで未だかつて釣りをした人がいるんですかね。そして原爆ドームの目の前で魚を釣った人がいるのか、詳しくは知りませんが、釣れたらまあまあ事件なんじゃないですかね。行ってみましょう。さあ、ということで、今現在ですね22時、2時間ほどね、インスタライブしながら皆さんと、お話ししながら釣りしてたんですけど、ちょっとね、ライブ中に残念ながら釣れませんでした。参加していただいた皆さん、ありがとうございました。ということでね、こっからもうちょっと、頑張ってやっていきたいと思います。さあ、今、原爆ドームの真下に来ました。シーバスらしきボイルがあったんで、ちょっとだけドッグ X ジュニア、そんなね、都合よく出てきませんね。2回ぐらいボイルがバンバンとあったんですけど、そんな都合よくいきませんね。さあ、なかなかね釣れませんね。一筋縄ではいきませんよ。世界遺産に住むチヌはだいぶ水深が上がってきて、足場が限られてきたんで、時間的にはもうあんまり残されてないかな。もう最悪や。うんこ踏んでるし、もう最悪。